拍手でヒロインインタビュー迎えられました。今の気持ちから聞かせてください。はい、本当にこう地元で勝利することができて本当に嬉しいです。昨日今日とこの地元仙台にプロ選手となって帰ってきてのゲームでした。どんな気持ちでこの仙台に帰ってきましたか？どんな気持ちだったんでしょう？そうですね、やっぱりこう帰ってくるからには違う成長した自分を見せられたらなって思って、こういいプレーが昨日は負けてしまったんですけど今日は勝てたのですごい良かったです。今日は会場にもね、小学校時代の同級生もたくさん来てくれてるんですよね。はい、来てくださってます。ちょっと手振ってくださいよ皆さん。あ、ね、手振ってくれてる人いますけれども、はい、そんなどうですか、成長した姿というのを届けられるような手応えというか今日のゲームを振り返っていかがですか？そうですね、こう多分初めて自分のプレーを見ると思うんですけど、やっぱりこう力になりましたし、こうすごい楽しかったです。仙台に帰ってきて何か美味しいものでも食べましたか？懐かしいもの。やっぱ牛タンと一番好きなずんだシェイクを飲めたのですごい美味しかったです。さあ、それでは今日はやっぱり張本美和選手を見たいというファンの方もたくさん来たとお越しいただいたと思いますけれども、どんな選手に成長していきたいか、ちょっと地元のファンの皆さんに意気込み聞かせてくださいよ。そうですね、難しいこと言ってるの分かってます。でもそんな意気込みを聞きたいです。やっぱりどんな場面にどんな場面でも立ち向かって最後まで諦めないような、こう応援されるような選手になりたいです。それでは最後、地元仙台の卓球ファンの皆さんにこの2日間の応援のお礼のメッセージ一言届けてください。はい、この2日間応援本当にありがとうございました。これからもっと試合が続くと思うので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。